と思います。お二方、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ではまず一着の鈴木博選手からお話伺います。いや今日はスタート決まってよかったです。よかったですね。でその後なんですけれども、エンジン的にはどうだったんですか？エンジンはいいんですけど、はい、ペースが負けてるの分かってたんで、うん、インガは開けないように走りました。そうですか。ということは後ろには何かこう存在というか気配は感じてました。あ、そうなんですね、はい、足回りタイヤ関係はどうでしたか？もう最近は跳ねもないんで、はい、いいタイヤを選べるんで、はい、はい、タイヤも良かったです、はい、で今日の一着競争タイムが 3.376 です、まあ、昨日とほぼ変わらず、はいはい、明日に向けてはどうしましょうか？ちょっと締めながらできつかったんで、はい、もうちょっと回るように微調整したいと思います。どうですか、明日もまたスタート？そうですね、なんとなく良くなってきたんで、はい、明日もまた同じように切れるように頑張ります。はい、明日。そして優勝を決めました浅香純選手、おめでとうございます。ありがとうございます。このシルクカップっていうとなんとなくまだこう優勝も記憶に新しいような気もするんですが、そうですね、相性はいいですかね？はい、そうだと思っています。そうですか、まあ、今日のスタートに関してはご自身ではどうでしょう？まあ、自分としては悪くないんですけど、はい、まあ、記録がもう早すぎて。確かに、はいまあ、突き抜けてくれたんで抑えられなかったのが良かったかな、はい、なるほど。そうなりますと前を追っているその手応えというかご自身のエンジン的にはどうだったでしょう？いや自分のもいいんですけど、はい、滑らなかったですし手前もいい感じなんですけど、はい、まあ、伸びが違いすぎました。うーんなるほど、まあ、明日に向けてはどうしましょうか？またヘッド周りちょっと点検して、はいはい、調整します、ね、少し、はい、タイヤはどうですか？タイヤは今日のでいいですね、はい、それではそのお二人に抽選していただきました番号を発表します。27番、そして98番、222番、177番、393番、309番の方、おめでとうございます。では明日に向けて浅香選手から皆様にメッセージをお願いします。そうですね、明日も、まあ、自分のできることを全部やって、いい意味で何が起きるかわからないので、諦めずに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ頑張ってください。では鈴木博和選手もお願いします。この状況ですが明日は本庄に来てもらって応援してください。よろしくお願いします。ぜひ お二方頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お伝えしたいと思います。お二人優勝おめでとうございます。ありがとうございます。では一着になりました荒尾選手からお話を聞かせていただきます。はい、今日の、まあ、今年のテーマでもあるスタート、今日はどうでしたか？いや本当最近というかここ何年かで一番綺麗だったかもしれません。そうですか、はい、怪我しも早かったわけなんですが、はい、そうなってくるとこう一人で走る時間も長かったんですが、はい、はい、エンジンの手応えはどうだったでしょうか？調整して昨日よりはいいんですけど、はい、まあ、もうちょっと回転の上がりが早く来てもいいのかなと思います。なるほど、まあ、今日のタイムというのが 3.354 でした。まあ、青山君と比べるとちょっと足りないんで、はい、もうちょっと整理してみます。はい、足回りに関してはタイヤ等はどうでしょう？タイヤはあります、大丈夫です、はい。そして高橋光選手、ゲストおめでとうございます。ありがとうございます。今日の試走の時の手応えというのはどうでしたか？そうですね、風の中、まあ、ちょっと乗りづらさだったんですけども数字的には良かったと思いますね。スタートに関してはどうでしたか？はい、ちょっとタイミングそうですね早いかなと思ったんですけども、まあ伏せたらもっと外からね荒尾君かなりいいスタート切ったんで、はい、まあ完全に行かれてましたね、はい、そこからの抜け出す感じはどうですか？そうですね、体勢があんまりできる前に、早めに抜け出したいなと思ったんですけど、まあそこはうまくいきました。そしてその荒尾選手を追う状況になりましたが、その時にはエンジン状態どうだったでしょうか？いやもうタイヤ、まあ、エンジンからなのかタイヤなのかわからないですけど、もうかなり滑りが出て、まあ、もうついていける感じではなかったですね。明日に向けてはどうしましょう？
そうですね、どうしましょうか悩みましょう、はい、今からタイヤに関してはどうですか。まあ、今日のが一番良かったつもりですけど、ないですね。また探します。はい、分かりました。それではお二人に抽選していただきました番号を発表させていただきます。184番、124番、197番、349番、496番、485番の方、おめでとうございます。では高橋選手から皆様にメッセージをお願いします。はい、そうですね、2021年、初のレースで、今回優勝戦取れたので、まあ、精一杯頑張ります。頑張ってください。では荒尾選手もお願いします。はい、ちょっと世の中大変な時期ですけれども、走れることに感謝して、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。明日も一生懸命頑張ります。お待ちください。お二方、ゲストおめでとうございます。